アドラは1976年に東京芝浦電機が開発した音声ノイズリダクションシステムである。本方式の特徴は音楽信号の圧縮、伸長率を全体域でデシベル換算に1、1.5に抑える一方、入力信号レベルに応じた広域可変エンファシスを組み合わせ、単純圧縮伸長方式では不可避であったブリージングノイズの大幅低減と、 ドルビー B タイプを上回るノイズリダクション効果を得るものである。音声雑音低減の仕組みにおいて、1970年代の主流はドルビー研究所が開発したドルビー B タイプであったが、これに代わる方式を目指し各社が開発を競い各種ノイズリダクションシステムが派生する。東芝はアドラユニットやアドラを内蔵するカセットテープレコーダーやラジオカセットレコーダー、 東芝 EMI は、アドラディスクなるレコードやアドラミュージックテープなる、コンパクトカセットテープなど、ハードとソフト両面で本方式を推進する。1980年、ドルビー C タイプが発表されると主流は、ドルビー方式に回帰し、東芝の方針転換とともに本方式は衰退する。ありがとうございます。